はい、皆さんこんにちは。3月の、ね、6日土曜日でして、あの道路工事というか、道路工事ちゃうんですけどね、電気設備敷設工事って、あのアスファルトを掘り返してるんで、まあ道路工事みたいなもんなんですけど、うるさいわほんまに。なんでしょっちゅうやるんでしょうね。いっぺんにやってしもたらええのにと思うんですけど、もういやいやわ、いい迷惑ですよ。さて本題いきましょう。ロイターでございましてですね、日本版、バイロイタースタッフの書いた記事ですね、3月5日ですか、昨日ですね、昨日の12時19分に出た記事でして、中国2021年国防費は 6.8% 増の 1.35 兆元、伸び率小幅拡大と。小幅拡大でまあ短いで読んでしまいますと、こうですね。北京5日ロイター、中国政府が5日に開幕した中国全国人民代表大会、括弧全人代で公表した2021年予算案は、国防費は前年比 6.8% 増の1兆3500億元、括弧2084億7000万ドルとなった。経済成長目標を括弧 6% 超とほぼ一致したと。新型コロナウイルス流行で、経済が打撃を受け、30年ぶりの低い伸びだった昨年の 6.6% 増から小幅な拡大にとどまった。一桁の伸びは6年連続と。李克強首相は政府活動報告で、今年は改革、科学技術、有能な人材の訓練を通じて軍隊を強化すると表明した。我々は全面的に軍事訓練と即応体制を強める、うにゃ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 と。これは飛ばしましょう。結構長いね。飛ばします、飛ばして、最後ね、中国は違う、すいません、共産党機関紙人民日報系の環球時報の古陽新編集長は SNS 各国交流サイトに、中国の国防費は国内総生産過去 GDP の約 1.3% で米国と比べるとはるかに低いと投稿した。これね、日本円に直しますとね、20兆円超なんですよ。22兆円に迫るぐらいの勢いなんですね。ものすごいことでして、まあ、今年の伸びが少ないって書いてあるんですけども、これ中国の場合は国防費で計上されているのの他にもですね、日本には特別会計みたいなところから回ってる防衛関連のお金もあるとされていましてですね、かなりの額です。でちなみに日本の国防予算はいくらかと言いますと、5兆3000億とかなんかそんなんですね。だいたい中国の4分の1でございます。今やですね、中国の GDP は日本の 2.5 倍を超えようとしています。もうすぐ3倍かなっていう感じですね。ですんで、まあ、あってもいいんですけど、国防費の比率はやっぱ高いですね。日本の場合は今 GDP の 1% 程度になっています。で、中国の場合はそれがですね 1.5 でアメリカより低いというふうに言うてはるんですけど、まあどうでしょうね、その1.3% かでアメリカより低いと言うてはるんですけど、まあでもものすごくお金をかけてるということは事実でございまして、中国というのは周りを見渡してね、中国の領土をかすめ取りに来ようとしている国なんか一つもないんですよ。国境を接しているのは北朝鮮、ロシア、モンゴル、それから、どうなんでしょうね、中央アジアの国がいくつかあるでしょうし、でこっち回ってくるとビルマ、タイとも接しているのかな、タイ、ベトナム、ではないですかね。ないでしょ海を隔ててもせいぜい台湾と日本があるぐらいのもの近くにはね。アメリカの一番近い基地はグアム島ということになってまして、中国 の領土を取ろうというような国はほぼないわけなのに、こんだけの分厚い国防予算を
計上してね、それで強化してるということは、その反対でして、よそ様の領土を取りに行こうとしてると、そうとしか思えないわけなんですね。ちなみにアメリカの国防費はいくらかと言いますと、この中国の国防費の4倍近くあるのかなぐらいはありますね。ただしね、アメリカというのは物の値段が高いところなんで、同じお金を使ってもなんか中国の方がものすごく有効に使われるんですよ。なんで一概に4倍やからアメリカの方が強いとは言い切れないわけでして、あとアメリカの場合人件費も高いわけであって、軍人さんといえどもお金を払わざるを得ない、払わざるを得ないって変な言い方ですけど、ちゃんと給料、人並みの給料もらってるんですね、アメリカの軍人さんっていうのは。まあ人並み以上という点かな、の給料をもらってる人たちなんで、まあそれなりの予算がかかってもしゃあないやろというふうに私は思いますけどね。アメリカのアメリカの軍事費は約75兆って80兆円ぐらいの感覚ですね、私の感覚は。だから中国は22兆円とすると、まあ、4倍弱はあるという感じですけども、まあまあ、それくらい使っていただいてね、なぜ世界の警察官でいらっしゃるので守ってっていう感じですよね。で、これね、そのまあ短期的に見れば伸びは落ちてるやんって、しゃあない。最近ね、中国ね、お金がないんですよ、実のところ。昔ほどね、おら、いくらでも使うで、みたいな、そんな感じではなくってですね、ちょっと足りなくなってるんですよね、ちょっと手広げすぎて。だからアフリカとかに今お金があんまり回ってないんですよ。で、昔みたいに年率 10% とかね、8% とかっていう経済成長もしてないんですよ。多分去年は実質マイナスであって、実は不景気なんですよ。不景気なんで、去年と形だけ、去年が比べて形だけ伸びてますという程度にしか伸ばせないの、実は懐事情が苦しいと私は見ています。まあそれはいいんですけど、こんだけこうやっぱりね、増やしていて軍備を強化するって言うてはるのはやっぱりね、その野心があるからなんですね。で、真面目にね、あの人たちって真面目にそのうちアメリカを超えようと思ってるんですよ。でアメリカもようやくそれに気が付いて、今まで冗談やろそんなんと思ったんが、いやもうそう本気やん相手らみたいな。あとやっとトランプ時代にそれに気が付いたわけですね。でペンスさんの2018年の演説があって、それでそのやっぱ抑え込まなあかんやん、あいつらほっといたらほんまに経済規模で抜かれんでって言って、経済ではあるいはね、アメリカの規模に迫る、あるいはそうですね、迫って今7割ぐらいって言われてますけど、8割9割まで来る可能性はあります。まあただしアメリカの政策変わりましたんでね、そのアメリカの政策次第ではですね、今後これが鈍化してですね、いわゆる去年マイナスだったと私は見なしてるんですけども、マイナスが2、3年続くとね、社会疲弊するんですよ。ものすごい疲弊するんです。なんていうか、成長が見込めない社会になるんですね。日本のあの1990年代後半からのあのなんともどんよりとした風景の社会、皆さん覚えてらっしゃると思うんですけども、閉塞感が満ち満ちてる。もう株価は1万円以下でジョロ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 してるし、若い人の就職はないわけでしてですね、でうわこれからこの先日本どうなんのとかって言ってたら、 IT バブルみたいなのがあって、うわちょっといけんでとかって思ったら IT バブルが崩壊してとかね、あのどんよんとした社会、こうなんていう、先行き不透明、見えへんやんと。まあ今も似てるようなもんなんですけどね、実のところ。若干ね、どう言いましょうね、金融緩和をしてるんでね、皆さんの懐具合がこう金回りが良くなってるっていうだけの話なんですね、今はね。まあこの先だから来ますよ、不況は来ますけども。中国の国防予算がですね、22兆円になってですね、君ら本気やねえというところで、いやどこかでね、どこかでアメリカとね、なんかありますよこれきっと、いつかどこかで、とか5年ぐらいのスパンで見たらですね、いやその軍備二大国がですね、で片やチャレンジャーである中国がですね、こう中国から仕掛けるんですけどね、黙ってるはずがないわけなんですよ。
だからどこかで何かをやらかすと思うんですよね。でその時にアメリカがどう出るかというのはですね、こう歴史を決めるわけですけども、わかりません。わかりませんけども、こんなね、チキンレースがね、いつまでも続くわけがないんですよ。ですんで、いつかどこかで中国とアメリカはですね、どの規模でやるかという問題、どのエリアでどの規模でやるかという問題で、核は使わないと思いますけど、通常兵力でどっかで何かが起こるなという気はひしひしとするニュースでございました。このロイターの記事は貼っておきますので、皆さんよろしければ読んでください。はい、どうもありがとうございました。